アテナ神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。グロッゲイゲイ。もう少しでアテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。セイヤ、セイヤ。俺のコスモ、誰かが語りかけている。セイヤ、セイヤ、お前は俺たちの約束を忘れたのか。そうだぜ、セイヤ。俺たちは命に代えても必ずアテナを救おうと誓ったはずだぞ。セイヤ、立つんだ。セイヤ、しっかり。セイヤ、アテナを救うのはお前しかいないんだ。頑張れセイヤ。五感を失おうと聞こえる俺のコスモにみんなの声がみんなのコスモが俺に届いている。まだだ、あと少しなんだ。諦めてなるものか。見えないけれどアテナ像をすぐそばに感じることができる。アテナ像のあの盾さえかざせば沙織さんのアテナの命が救えるんだ。あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。五老峰におられる老師からサンクチュアリの増強に至るまで、あなたの下で地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていません。
アテナのセイントたちよ。今度は私があなたたちを救う番です。時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたのセイントならば自らの非を認めなさい。お前たちまで、なぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるかい。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。友達、そのコスモが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけだ。さあ来るがいい、せいよ。もはや手加減は無用。この拳でお前の心臓をぶち抜き楽にしてやろう。言ったはずだ。たとえ五感を失っても心のコスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦うぞ。何？お前のどこに私と戦える力が残っているというのか。セイヤ、セイヤ、行くぞ。あなたは一人ではないのですよ。せいや、せいや、コスモ、僕のコスモも、せいや、俺のコスモも、俺を呼ぶみんなのコスモ、はっきりと感じることができる。五感は失われても、みんなのコスモがはっきりとわかる。これが究極のコスモ、セブンセイスズなのだ。そしてアテナよ、俺に最後の敵を倒す力をくれ。まだまだ、せいや、今のお前ならサガを倒せる。まだまだ、せいや、いけるぞ。頼むせいや、お前のコスモを究極まで高めるんだ。くらえ、ギャラクシアンエクセプロージョン。せいや、いけ。よし、まだまだ、この男のどこにまだこんな力が。サガよ、お前を立つ。なんだこの巨大な巨人。今日、シュー、一気のコスモ、セイヤ、加わっている。だが、この私はやすやすと死ぬわけにはいかん。何？私こそ、この地上を支配する唯一の男なのだからな。笑わせるな、サガ。
前の仕業はすでに我々にも知れていたのだ。幼いアテナを殺そうとし、俺の兄を相下ろすそうばかりか。教皇まで殺害して、まさに邪悪の化身。そんな男にこの地上を治める資格などあるものか。まだまだ。そうだよ聖夜、サガを倒して平和を取り戻すんだ。聖夜頼む、立ち上がってくれ。まだまだその剣でサガを倒すんだ。こんなところで負けるようなやつじゃないだろ。まだまだ。そうだ聖夜、兄アイオロスが託した未来を開いてくれ。そんなものではないはずだ。起き上がってくれ。君は僕たちみんなの希望なんだ。よし。セイヤ、お前にこの私を倒すことなどできる。サガリ、お前は初め俺たちがここまで来るなんて考えてもいなかったはずだ。お前が何と言おうと俺は戦い続ける。そして奇跡を起こしてみせる。今こそ燃え上がれ俺のコスモよ。成長した。聞け、たとえ悪であろうと他の世界からの侵略を防ぎ、この地上を治める者は最強の力を持つ者以外にないのだ。こんな
娘をアテナと呼ぶ。地上が滅びてもいいというのか。さあ、愛もなく正義もなく、ただ強い者だけが治め、邪悪に染まりながらも生きようとするこの地上ならば、私はあえて言いましょう。滅びてもよいと。何だと。そんな世界にあって何の意味があるのでしょう。しかし私は信じています。人々を愛し合い、平和を守る心がある限り、どんな困難があろうと絶対にこの地上は滅びないと。そのために私たちは戦ってきたのです。まだまだ。そしてこれからも戦うのです。そのこと、これ以上聞く耳を持たぬ。私が正しいか、アテナが正しいか、私の力をもって証明せよ。ただ、沙織さんに剣を向けているのは俺を倒してからだ。俺の命、コスモもまだ死んじゃいない。俺はこの12級の戦いで数多くの死闘をくぐり抜けて気がついた。どんな状況であろうと、諦めさえしなければコスモは極限まで高められると。だがお前はコスモの高鳴りを感じたことがあるか。お前なら邪悪の化身を断つことができる。せよ、立ち上がろう。こんな地獄からでも立ち上がるんだ。せいや、大丈夫か。アルデバラ、聖夜がここで気づける男かも。お前が一番知っているはずだ。俺は信じる。聖夜なら必ずサガを倒す。まだまだ。せいや、こんなことでへこたれるな。どうしたせいや、お前はそんなことで負けるようなセイントではない。せいや、あと少しでサガの野望を砕くことができます。最後まで諦めないでください。お前の力を。見えた。もらった。シリュウ、ヒョウガ、シュン、イッキ、そしてアテナよ。もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブンセンシスよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前の最後だ。ペガサス、ゲイセーキュー。
これで、もう。せいや。どうしたのです?来ないのですか?サガ。さあ、来なさい。今度は、私が受けねばならない戦いです。アテナ。私にできる食材の手段はこの程度しか。サガ、このサガ、許されるのであれば正義のために生きたかった。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。結局この戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。サガ、せいや、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかしあなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、聖夜。シリュウ、ヒョウガ、シュン、イッキ、そして聖夜。あなたたちが戦ったように私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。